延辺大学延辺大学は中華人民共和国吉林省延辺朝鮮族自治州遠吉市に所在する省立総合大学である。初代学長は取得会中国の少数民族である朝鮮族の高等教育のため朝鮮語を中国語とともに教授言語とする国家重点大学に指定されている。満州国時代の関東軍艦島憲兵司令部の あった場所を中心に建てられた。南正門をまっすぐ上がって突き当たり、正面の2階建ての建物がそれであった。現在政治学部が主に使用している。師範学院、経済管理学院、法学院、体育学院、看護文化学院、外国語学院、芸術学院、理工学院、農学院、医学院、薬学院、看護学院、科学技術学院、 成人教育学院など14の学院を要し、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、理学、工学、農学、医学、管理学など11の学系、65の専攻科を置く。また東北アジア研究所、東方文化研究所、長白山天然資源保護開発研究所、民族研究所など8の直属研究機構。 トモ湖コ開発研究所、中長官日関係史研究所など41の学院所属研究機構を設置している。さらに全国日本哲学研究会、中国朝鮮歴史研究会など4の全国制、学術団体が学内に置かれている。在校生19,820人、内前日生学部学生16,400人、大学院生3,000余人である。 大韓民国、日本、アメリカ合衆国、ロシアなどから704人が留学している。ありがとうございます。